石松ちゃーん、チャンネル、石松ちゃーん、石松ちゃーん、こんばんはー今日は、JR 南吹田駅でストリートライブを行ってきました。人通りはちょっとね少なめではあったんですけどもね、声かけていただいたりとかして、割とね今日は涼しい気候でして、まあ気持ちよくねストリートライブしてきました。早速ご覧いただこうと思います。どうぞー。気持ち悪い。世界中回ってるから有名なね。最後ゲストに行ったよ、はい、マイク・ベーグマーズで言いますから。いつも同じようなことで何度となくぶつかってたね。だ
けど髪を切るだけで忘られるような恋じゃないなど3年目のジンクスなど怖くはないけど、いつでも君をずっと近くに感じていたいから、防波堤に打ち寄せる波のしぶき浴びれば、出会った日の二人がリプレイしてる、はぐれた時の隙間などきっとすぐ埋まるよ、ためらいのないよ想いが蘇る。